は、中国の諸公、地名。地名としての諸は、現在の山東省極府市の南東を指す。なお、宋氏の国であるが、宋とは異なる。諸公としての諸は、衆の春秋時代、戦国時代にわたって存在した国である。代々の君主の爵位は死爵であり、主婦は、衆、駅。皇帝の子孫である宋教が、衆の武王によって、衆に封じられて成立した。 国家誕生後は、周囲の大国に翻弄され続ける小国家として存在したが、戦国時代の紀元前369年から紀元前340年の間に諏訪に併合され、国家は消滅した。また、数は、孟子の小国であり、儒学国家としての面も持っている。三国史に引用されている王鎮の銀書では、全漢の総参は地の光栄であり、 さらにその子孫に、曹操がいると書き記している。ただし、信憑性は低い。孫競争悲宗生宗者、タスク壮壮真宗、父、武功宗祝術宗、夏刀宗、小金康、公健康、文工帝高線公痛み公、小公院公、観光壮なんとも、う、公公以語不明、僕う。ありがとうございます。